動画見ていきありがとうございます。今日はですね、肋骨、皆さん肋骨をですねが動きやすいですかね、突然なんですけれど、肋骨皆さん結構動きにくいと思うんですよね。で、現代人って結構ですね、首とかですね、腰にかなりこう負担がかかってて、コロナでですねデスクワークとかしてて首やら腰が痛いっていう方って結構いらっしゃると思うんですよ。で、その時そういう方っていうのは往々にしてですね、この肋骨って言って胸の背骨、ここが12個あるんですね。12個あるんですけど、ここがですね動かないんですよね、よくね。例えば横にこうスライドさせてこう左に傾けようとすると首は左に行くんですけど、この肋骨がですねよく伸ばせないで、腰だけがですね、腰骨盤だけが右に行っちゃって、顔は左に行って、この肋骨がですね全く動かないまんま首と骨盤だけこう行ってしまって、ここは動かないっていうのは結構いらっしゃるんですよ。で、このですね肋骨を動かしやすくすると、体っていうのはですねすごくね動きやすくなるんで、ぜひですね今日やってみてもらいたいことがあるんですね。で、一番ですねちょっと大事だなと思うのは、この背骨のですね、この12個の骨のうちのですね10個はですね背骨にくっついてるんですよね。でも11番目と12番目の浮遊肋骨っていうんですけど、ここはですね浮いてるんですよ。この骨がですねブッブッと2本出てるんですけど、これが浮いてるんですよ。どこにもくっついてないっていうか、こう全部くっついてるんですけど、肋骨がですね、肋骨から背骨までくっついて、この2本だけピュッピュッと出てるんですね。で、ここをですね動きやすくするとですね、すごく体がですねねじれが楽になったりとか、この横に倒すのが楽になったりとか、動きやすくなるんで、ぜひですねこれをこの体操ですねやってみてもらいたいんです。で、普通にですね、例えば皆さんですね、まず左に倒してみてください。で、このままこう人に見てもらってもいいんですけど、自分で倒れた時にね、あ、ちょっとこう曲げづらいなとか、はい、で、人に見てもらうとですね、結構ですねこれこうやって倒したら首だけこう左に行って、腰が右に行って、ここはあんまり伸びてないよって、結構あると、ここだけねがっちりもうブロックみたいになっちゃってがっちりしちゃってて動いてないよっていう方、これちょっと確認してみてください。右持って、僕は右がね結構ね行きづらいんですよね。右に、傾けると左の脇腹伸ばしづらいんですけど、こんな感じで。で、これでね、ちょっと確かめてもらったらね、やってみたいと思います。手をね、こうやって上に上げていくんですよ。で、こうね、横にこうやってしないでくださいね。手を上に上げて、手を上に上げて、まっすぐにします。で、右手はですね、真横にするんですね、右横に。で、このままですね、手を上で、左手は上、右手は、横で、このままですね、この手を変えないようにして倒してみてください。はい、そうするとさっきよりも脇が伸びると思うんですよ。息止めない、ふう息吸って、鼻から息吸って口から吐い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 て、でゆっくり元に戻してちょっと楽にします。これをね逆もやってみてください。右手を上にして左手を横にするんですね。このままですね、このままこうなって、こうなったりしないように、手は上と横を向いたまんまで体を倒して、で鼻から息吸って口から吐いて、鼻から息吸って口から吐いて、
鼻から息吸って口から吐いて、鼻から息吸って口から吐きます。ゆっくり元に戻してちょっと楽して、でこれ終わった後ですね、さっき倒すとさっきよりですね脇が伸びやすくなってると思うんですね。でそうすると、あの振り向く時も、あのねじる時もですよ、体をねじったり横に倒すのが結構楽になってくるんで、でこの肋骨がですねすごく固まった時にね、あのちょっとこう動きづらいなっていう時にこういう体操をしてもらうとかなりですね、あの動きやすくなるんで、体がですね、ぜひですね、あの合間デスクワークの合間とかでちょっとやってもらうとねいいと思うんです。こうやって横にこう、まあこういう体操とかもあるんですけど、これよりも今みたいなことをやってもらうとですね、脇が伸びやすくなりますんでね、これですね、脇が伸びやすくなるんで、このままこうやっても脇が伸びないで顔と骨盤がですねずれたまんまでこう伸ばしてるんで、結構あんまりね効かない感じだと思うんですよね。なのでぜひ ねやってもらえればと思います。はい、今日もありがとうございます。